どうも、ゴエモンさん宅です。今回の動画は久々の買ってよかったものアイテムシリーズベストいくつみたいなやつ、今回もうやっていこうかなと思います。で、実はですね、本当は大体2ヶ月に1回この買ってよかったものシリーズやりたいなと思ってたんですけども、もう前も言いましたけども、この2ヶ月ぐらい YouTube サボってましたので、ちょっとね、今日久々にこの買ってよかったシリーズやろうかなと。で、今回もね、ビール飲みながらで、今日はですね、これね、コロナ飲みながら、ちょっと響き悪いですけど、コロナ飲みながら、では乾杯。やっぱ久々に飲むとうまいですね。で、この1月から4月の間で結構買い物はしてるんですけども、その中で今回は買ってよかった、まあ、ヴィンテージの、まあ、洋服とかということで、まず、1点目からいきましょうか。同じように1月から4月で結構インテリアとかね、雑貨とか、まあ、そういうものも結構購入してるので、まあ、それはまた近々、ご紹介しようかなと考えていますので、とりあえず今回ではまずね、1つ目はですね、こちらになります。見えるかな。で、このシャツがですね、まあ、タグ、まあ、見て、いただくと分かると思うんですけど、でこちらがペニーズのタウンクラフトの、チェックシャツ、半袖のチェックシャツを購入しました。どうでしょうか、このタウンクラフト特有のすごいね、こう綺麗なこのターコイズブルーのこういうチェックシャツ、古着屋で購入したんですけど、すごいね、綺麗というか、うん。で、多分、まあ、タグとか襟の感じからすると、多分60年代から70年代ぐらいの、シャツになっていて、これね、タグがついてる通り、これ多分デッドストックだと思うんですよね。こう水通ってない感じはあるんですけど、ところどころちょっとね、こうダメージがあったり、この襟の部分とか、あとこのね、裾のあたりとか若干ダメージがあるんですよ。気づかなかった、全然。まあ古着なんでね、全然いいんですけど。で、トップボタンはですね、これね、ループボタンになってるんで、これ外すと若干こう解禁シャツっぽくね、着れるっていうような感じです。で、サイズ感も16ハーフの、L サイズぐらいですので、かなりね、ちょうどいい感じに着れると。まあ、ということで1着目はですね、まあ、夏に向けてということで、半袖の、タウンクラフトの60年代から70年代のシャツ、こちらを購入しました。あー、うまっ、うまい。2つ目のアイテムは、こちら見えるかな、見づらいかな。これが高円寺のロスコっていうね、古着屋さんなのかな、で購入したんですけども、1930年代ぐらいのマガジンバッグになります。サイズ感がね、非常に使いやすくて、あ、で今これ中にはですね、一冊入れてるんですけども、これ最近出た、アバンっていうね、まあ、ワークウェアとかが載ってる海外の、洋書になるんですけども、まあ、こういう洋書とかも、まあ、すっぽり入るし、結構ね、使いやすいサイズ感なんですよ。ちょっとこうちっちゃめの小ぶりの可愛いこうエコバッグみたいな、デッドの状態、多分水通ってない状態で、この片面が、なんだろう、ウーマンズホーム、コンパニオンアメリカンマガジンって書いてあって、でもう片方がコリアーズ・ザ・ナショナル・ウィークリー5000となので、おそらく5000で雑誌が購入できた時代なのかな、多分。こっちがですね、どちらかというと、女性向けのマガジン、まあ、雑誌で、こっちのね、コリアーズマガジンの方が、これが、まあ、どっちかというと総合雑誌みたいな感じの、こういうね、マガジンバッグ、こちらを買いました。のコリアーズっていう雑誌自体も1800年代後半に創刊されて、大体1957年ぐらいまでしかね、雑誌自体もなくてですね、非常に古い雑誌のマガジンバッグということで、でただね、その割には非常に状態が良くて、でこれ結構あっても状態が悪いやつが多くて、本当ね、もう真っ黄色になってたりとか、もうこの辺のストラップが
ぐちゃぐちゃになってるようなものも結構多いんですけど、これはね非常に、まあ、デッドストックっていうこともあって状態がよく購入ができました。でステッチに関してもこのねショルダーの部分に関してはこれねここがチェーンステッチになってて、あとは全てシングルステッチ、まあ、すごいねシンプルな作りなんですけど、すごいこのデザインというか、まあ、首からかけてこんな感じでちょっとこう、まあ、ショルダーにもできるし、まあまあな、値段というか価格はしました。続いて3点目なんですけど、3点目はねやっぱりこちら、何回かご紹介をしているグリフルアンティークスで購入をしたこちらの、カバーオール、こちらになります。これもねまあまあな金額はしたんですけども、まあ、一目惚れで購入したというような感じで、結構ねまだまだ色も残ってて、詳細は、まあ、柏のグリフルアンティークスの動画見ていただけるといいかなと思います。まあ、3点目はね、このカバーオールの紹介になりました。で4点目なんですけど、4点目はですね、まあ、夏に向けてということで、T シャツを購入しました。こんな感じのエンジカラーと黄色のチェーンステッチ、これなんですけど、これが、両面にチェーンステッチがあるようなこういうね T シャツを買いました。これ T シャツなんていう名前なのかな、リンガーティーじゃないよな、フットボールティー、ちょっと名前がわからないんですけど、まあ、サイズ感が非常に良くて、 T シャツね最近めっきり買ってなかったんですけど、でこっちでタグがこう D って書いてある、こういうなんていうのこれ、ドーナーウェアで USA 製なんですよこれ。で素材がこれ 100% ナイロンで、まあ、通常というか、まあ、普段結構コットン着ることが多いんですけど、なんかねこうかかってて可愛いなと思って買っちゃったんですよ。でこの文字とかもサークルレックス、よくわかんないね VFW って書いてあって、なんかねこのエンジと黄色のこの組み合わせがやっぱねこうアメリカ感があって非常に可愛いなと思って買っちゃいましたね。結構最近 T シャツとかもなんかどっちかっていうとあのサンフェードしたようなふわっとこう色が抜けたような T シャツを探してて、で、まあ、これは全然違うんですけども、まあ、そうならないかなみたいな、そんな感じで買いました。このエンジの色がふわっとこう抜けていくとめっちゃかっこいいなと思ったんでなんかね買っちゃったんですけど、抜けないよな 100% ナイロンだと。抜けんのかな、コットンとかの方が色抜けそうですよね。まあとりあえずあのサイズ感とかねこの色味とかすごい気に入った、めちゃくちゃ可愛いでしょ。多分年代的には70年代ぐらいかなとは思うんですけど、1970年代、まあちょっとね、まあ夏前ぐらいに一回着てみてどんな感じかなというようなところかなと思います。こちらダフアンティークス の、 あのサンデーマーケットで、買いました。はい、ということで今回は、夏服シャツが1点 T シャツ1点あとカバーオール1点とあと、バッグが1点、合計4点のご紹介をさせていただきました。近々ですね、続きは、アンティークとかヴィンテージの、まあ、インテリアの雑貨とかを中心にご紹介をしていこうかなというふうに考えています。まあ、雑貨とかも1月から4月で結構、購入もしてるので、でその際、まあ、自分がおすすめしたいというかね、いいなっていうようなお店もご紹介しようかなというふうに考えていますので、ぜひですね、まあ、チェックしてみていただければ、いいかなというふうに思います。終わりましょうか。まあ、ということで今日はこの辺で動画失礼したいなというふうに思います。まあ、この動画気に入っていただきましたら高評価、あとまだね、チャンネル登録いただいてない方はあの下の方にチャンネル登録っていうねこの赤いボタンがあるので、そちらポチッといただけると次の、まあ、自分が動画を更新した時に、まあ、動画をね、見やすくなると思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で動画失礼します。以上、小山さんたくでした。バイ。